お車研究所カードサービス。これってビッツじゃないの？カメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ、皆さん、今日ご紹介していただけるお車は？こちらはトヨタさんのヤリス。はい。のお車を紹介します。はい、ありがとうございます。そしてグレードが？こちらはハイブリッドの Z。ハイブリッドの Z ですね。はい、になります。はい、そしてカラーがファイトパールカラーになります。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの外装を今回ご紹介していただけるんですね。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。じゃあ早速外観のお顔の方からご紹介していただけるんですね。はい、はい、じゃあやっぱりなんといってもこのヘッドライトですね。はい、こちらは三灯式のフル LED のヘッドライトになります、はい、で結構見た目に思ったのがこう横のデイライト、はい、結構横幅に存在感がある形、はい、で近くで見るのと遠くで見るのとで、はい、ヘッドライトの形って印象が違うんですけれども、はい、上にちょっとさりげないこう模様がありますね。黒とグレーとな波々っていうんですか、なんかこれは何なんですか。なんか模様なんですけど、はい、なのでそれを聞いてるんですよ。なんか模様があるので、はい、あのデザインにこだわってるなってヘッドライトから、はい、普通だったらこうボンネットここまでなんかあるようなかぶさってるイメージがあるんですけど、はい、すごいヘッドライトの存在感をすごく大きく出してる部分で、このデザインの柄がこのフロントグリルにもグリルにもブラック塗装で入っていると。全く同じなんですか。そうです。ああ、本当です。なんか V というか、なんていうんですかね、あの神社とかに行ったら、はい、こう矢があるじゃないですか、はい、お守りみたいな、はい、あの羽っぽい、あ、羽の部分ですね。なるほどなるほど、確かにそんな感じはしますね。で、ここだけがブラック塗装で下は無塗装なんです。あ、そうなんですね。ここは、ちゃんと分かれてるんですね。ここはブラック、ブラック塗装、はい、で、ここはこちら無塗装のブラック。で、本来であればパッと見だとこれ、あ、確かになんかこっちは無塗装は、そうですね、グレー寄りというか、うん、こっちはすごいツヤツヤしてますね。そう言われないと気づかないかもしれないです。そうなんです、はい、で、ほらここもフォグライトなくて、はい、塗装のカバーなんですけど、はい、今回 LED のフォグライトをつけたお車になります。はい、外観からして結構デザインとこだわり持ったヤリスになります。でも変わってきたら次は恒例のタイヤサイズになります。はい、こちらのタイヤサイズは18560R の15インチのタイヤになります、はい、これグレードによってもホイールキャップデザインで変わっていきますね。そうなんですね。これはなんか見たことあるようなデザインのホイールキャップですね。確か Z だけがアルミの15インチのオプションで、はい、あ、つけれると。あ、そうなんですね。もうノーマルでも、いや全然めちゃかっこいいですねこれは。だから中にはホイールデザインで、あ、グレードを選ぶ方も確かにそうですね。まあ私は全然これでもありよりのありなんで。ああ、よかったです。矢野ちゃんが認めるヤリスのホイールデザインと。そうなんです。いいですね。で、せっかくなので、はい、ちょっとライトの点灯式やってもいいですか。いや、あんまりやらなくて大丈夫なんですけど。この見ましょうか。じゃあもう結構走ってるからそんなに感動するところもないんですよね。あー、まあ、はい、結構真っ白で、はい、いいと思います。あの、矢野ちゃん、やっぱりですね、あの NBOX とかですね、デリカミンとか新型になった時はウォーってなるんですけれども、もう十分知ってるんですよ。知ってるんですけれども、はい、ライトだけじゃなくて、はい、それもですね、矢野ちゃん、私 NBOX 新型です。この前すごい感動したんですよ、うん、で、でももうここから流れて、はい、イヤーにもちゃんとこういう風に、はい、車幅塔的な感じで、はい、流れるこのデイライトがそのままターンシグナルになると。はい、ありがとうございます。すごいですね。3連ですね、こちら1、2、3。はい、でこのまま流れるようにあるんですけど、はい、結構1500
ピクルの割には、はい、めちゃくちゃコンパクトなんです。いやめっちゃちっちゃいです、うん、矢野ちゃんがめっちゃ大きく見えますもん。そうなんです、高さ的にも、はい、だからといって乗り降りが、はい、うん、大変っていうわけでもなく、はい、だから外観から見るとすごい小回りな感じなんですけども、はい、うん、でもそれでいてこうバックスタイルは、はい、そうなんですね、この角度から見たらやっぱりビッツじゃんってなっちゃうんですね。そう、あの Z だから、はい、実はこの、あ、そこで違うんですね、うん、Z だとついてくると。もう Z もちょっとあるんです、ここ大型じゃないんですよ、標準で、はい、この大型のスポイラー、なので横からのこのピュアンってなくてもしっかりなんかもう車で言うとフェイスラインっていうやつですからね、すごいラインのメリハリが聞いた。え、先ほどフェイスラインやったんじゃないですか、ヤナちゃん。これも、あ、後ろもフェイスラインっていうのね、うん、本当ですか。本当、あんまり聞かないですけど。じゃあ8秒お願いします。で、ここにテールランプが、はい、この形であります。で、タウンランプは、はい、ここが光るんです。へえ、なるほど。こういうところは見させないですね。フロントは別に見たくもなければ無理やり見させようとするけども、逆にこのリアは見てみたい、まあ、見てみたいとも言わないんですけれども、結構わかんないじゃないですか、どこが光るかを口頭で終わらせようとするヤノちゃんにびっくりなんですけど、しかも外すんですよね、ヤノちゃん。じゃあこっち向いてください。あの、外すんですよね。そして期待にお答えします。いや、期待ございません。あの、的確にご説明していただけるのを非常に期待しておりますので、毎回上ではなく下ですね。ここで、おそらくここがストップランプでブレーキ踏んだ時に光るということですね。はい。じゃあこの流れ踏むんですよ、今踏むんですよ、多分。で、こう。踏むんですか？はい。踏むでも押すでもどっちでも大丈夫なんで、指で。お、まあ、案の定です。はい。と、ハイマウントと光ってます。バック。あ、ここですね、バック。お、そうですね。ちょっとやめちゃう。私、本当に探しました、今。どこなのバックって。で、離れてみたらこういうことですね。はい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 、すごいですね。これは言われないと気づかなかったです。ある意味下を照らしてくれるか、場所的にはいいのかもしれないですね。大抵こういうところになんか2つあるイメージじゃないですか、左右バックの、こう、こうですですよ、はい。ちょっとバックは意外でした。これは実演していただいて非常にありがとうございます。これ感動しました。周りも車一台一台にとって個性的なものが、そうですね。そのくせバックの時には電気つけずにさらっと行こうとして、挙句の果てにストップランプの場所を間違うという、はい、もう大丈夫です。はい、大丈夫です。で、ここにはヤリスですね。はい、もうじゃあ、はい、あ、そっか、ビッツって確か海外 で販売されてた時って確かヤリスで販売されてましたよね、うん、なんかそんな感じしたやつ、ビッツとしては販売されてなかった気がするんで、だからこれがヤリスのポジションになってるんですかね。で、あの、はい、ビッツの車体文字、はい、覚えてます？ VITZ ですかね。その流れ、はい、こう車体デザインが、あ、なるほどなるほど。ってことは、あの、トヨタ駅にあるビッツビルってヤリスビルになったんですかね。私がちょっと確かビッツビルだった気がしてたんですけど、ヤリスビルになってビッツって書いてあったんで、あの車のビッツと同じビルじゃんみたいな形で覚えてて、ビッツに集合ねみたいなことを言ってたんですよね。ヤリさんの思い出話に水をさせても薄いてないんですけど、いや全然いいです。もう、あの、カットしてもらえて大丈夫なんで、はい、9号ですね、次。そうそう、はいはい、もう開かないと。確かに、ね、開かないと、もう、はい、トヨタさんは開かないスタイルですよね。確かもういい加減学びました、私も。ヤナちゃんがやったらと9号を、あの、9号に尺いらないですよ、ヤナちゃん、もうマジで。お前の、あの、9号もいいですよ、もう。傾向が、あこまいが。分かんないですよ、これ見て、9号の曲とか、はい、うっって思う人も。いや、それで言うんだったら確かにこのトヨタさんじゃないタイプ、うん、あの、ここで開くタイプあるじゃないですか、うん、あの時が、あの、どこで閉めるんだろうって気になるんですよ。だから、正常したら勝手にロックされるでっていうのも学んだので、もう結構急行は、はい、さらっと言ってもらって大丈夫です、はい。まあ、ただやっぱり急行の場所も大事なので、はい、そうですね、はい、大丈夫です。で、はい、思うんですけど、はい、ヤリスって、はい、ものすごいなんか独特な形ですかね。うん、なんか、あの、前から見ると、はい、ちょっと前のここら辺だけカットすると、はい、プリウスみたいな、あ
言われれば確かにそうですね、そこだけ。はい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 。すごくコンパクトでいて、はい、フロント部分がすごく存在感あるから、はい、正面から見るともうめっちゃ大きい。では実は横から見ると、はい、お母さんも高すぎず低すぎず。はい、ありがとうございます。ということで今回の動画いかがだったでしょう。いいねと思ったら高評価とグッドボタン、コメントとチャンネル登録お願いします。それでは次回、内装編でお会いしましょう。また、ね。